こうしてるとこうマスしてるときにこっちフェイントしてポンポンって出るんで、そうです。それでその間をトントントンしましょう。そうです。で今のをしっかり入りましょう。まあ2種類あります。入ってその場で打つかパンパンパンで、そうです。パンパンパンがやりたいな。スピード軽く出してその勢いでね、いきます。そうです。スピード意識しましょう。そうです。で最後しっかりガチンと、はい、そうです。ちょっと肘曲がっていってるんでしっかり伸ばしていきましょう。よれてるんで多分伝わらないんですよ、力が。頑張ってここで押さえてください。そうです、そうです、そうです、今です。で、試合で使うとなると、今度まっすぐにもらったりするので、うん、横に入ってみて。軽く出して、そうです、ちょっとずらすっていうのがすごい大切です。ほんとちょっとずらす。そうです、そうです、そうです。はい、今のすごいかなりです。はい、ちょっと力抜きましょう。ハーフタイム。そうです、そうです、そうです、そうです。で、しっかりその、こっち見るからね、あの、距離感が。近く見て、遠く見たら。スピード意識。そうです、そうです、そうです。おお、いいじゃん。これで打ててるんで、しっかり体打ちましょう。ワン、ツーの時は。つなげる時はこれでいいんですよ。ワン、ツー、フックとかだったらいいんですけど、ワン、ツーだけの時はしっかり伸ばしてください。そうです、スピードですよ。形です、形。そうです、そうです。やってることですよ。構え的には多分ケータの方が高いと思います。そうです。ちょっと体の動きが連動性どっちが速いですかね。多分開くのが速いですね。開くのが速いですね。はい。なんでそこをしっかり頑張りましょう。そうです、そうです、そうです、そうです。でそれでしっかり伸ばして。30。そうです。きついポンプでやっぱ終わるよね。いやいやいや。